かないラストスクワット。はい。トレーニング終わり。はい、トレーニング終わって、腹ペコなんで吉野家行きました。吉野家うまいね。ユーサラギドン、ユーサラケジュン、チーズ、いただきます。牛丼は吉野家が一番うめえな、俺は。今日ね、土曜日なんだけど、本当は女子の手握って女子とデートしたい気分なんだけどね、結局握ったのはダンベルでした。そんな30歳の土曜日です。みんな今頃デートしてんだろうな。一緒にご飯食べてデートして家に行って映画でも見てイチャイチャしてってんだろうな。羨ましいぜ。いや、今日は何をされるんですか？今日はね、くっそ忙しいよ。10時ぐらいに起きたじゃん。シャワー浴びて、ご飯食べて、仕事して、そしてこれからバスケ対決の動画を撮ります。それを撮って暇だな。まあその後、まあトレーニング行って、お飯を食って、暇だな。あのさ、俺の最近のビログのタイトルがさ、クソ忙しい一日みたいな、これのどこが忙しいんだよっつって、遊んでるだけじゃねえかっつって、休日のそれと何が変わりあるんだっつってコメントされてさ、それ見て俺思ったわ、俺社会不適合者だな。いや、面白いわ。で、今日も一日頑張っていこうか。セリフ詰まってんの？いや、ください、ください、閉まんないんで。でもお前カットすんじゃん最近。てかさ、俺の動画なのにさ、分かるよ、ハガセブンとかをカットする分にはまだ分かんのよ。はい。でもさ、これ俺の動画じゃん。俺の動画なのにさ、お前すげえカットすんじゃん俺んとこ。いや、もうカットできないですね、なんかそんなこと言われちゃったら。いや、もうさすがにきついって、あのカットはね、俺のなんかもうカット集みたいな、めちゃくちゃ多分作れちゃうと思う。それで一本動画になるぐらいカットしてんじゃん。いやー、でもジンさんが滑るときはカットしますけど、やっぱり決め台詞はカットできないかなって。滑ってるときでも決め台詞全部カットしてんじゃねえかよ。いや、もういい、もういいよ、そういうの。もういいや、始めよう。お願いしますよ。もういい、始めよう。もういい、いい。いや、決め台詞はちょっとなかったら動画次繋げれないんで。いいよ、いいよ、いいよ、もうお前カットすっから。いや、お願いしますよ。普通に疲れた俺。いや、もう最後に1回だけ。最後？はい、もうやんないんで。お前これもしカットしたらさ、あれだよ、クビだよ。いや、それでも僕は切らないです。本当に？絶対に。絶対ね。絶対切らないですね。多分次の動画からさ、編集者変わってるけど大丈夫。いい？はい、大丈夫です。じゃあ、いくよ。レッツ！福田さん、はいはい、バスケお疲れでした。お疲れでした。どうでした？いや、なんかもう、俺の細胞がなんかもう、粉砕だなと。え、サヤさん、今日この後何してるんですか？今日俺この後、はい、飲みに行きます。飲みに行くんですか？はい。え、あれ、トレーニング行かないですか？トレーニング、はい、もう今日は汗かいた。
でもやっぱ僕らはここでやっぱジム行かなきゃダメじゃないですか。やっぱりこれ、さやさん、言ってもらっていいですか。やっぱここ僕ダメだと思いますよ。恥ずかしいんだよな、さやさん。じゃあ、ジム行く。中学校高校の時ってやっぱ体力あったんだね。ね、5時とかから起きてやっぱ野球の試合だっつったら朝ね、もうあんな早くから夜終わってなんかね8時9時みたいな当たり前だったじゃん昔って。しかも俺これさ、すげえ洗濯物の量じゃん。ほぼ毎日洗ってんのにこの量なんだよ。洗濯畳むのすっげー苦手でさ、洗濯物を畳んでくれる女子待ってまーす待ってまThank you.